最年市は、中華人民共和国三島省の西南部に位置する地球市。孔子の故郷極府、孟子の故郷、数、九州の一つとして名高い遠州の名を引き継ぐ、遠州区など、古い町が多い。人口の99.2%が漢族で、他は0.6%が海族、あとは、モンゴル族や満族など。北東に安、東に、南東に、 総称、南西に沢の各市に接するほか、一部河南省、チャンス省にも接している。面積は1万685平方キロメートル。北の最南と南の徐州の間にあたり、現在は、神東から西への鉄道や高速道路、一線など東西方向への交通網が通るほか、北京、上海を結ぶ京古線、北京、香港を結ぶ京急線など南北方向の、 国土軸も貫く、交通の用地である。気候は温暖で、四季は明確である。東高制定の地形で、地域東部は、丘陵が連なる、山岳部で同郷の聖地滞山へと続き、西部は、甲賀流域の平野になっている。中部は、南洋湖や、ほの山湖などの古庄が散在し、鹿和が、北東から流入している。春秋時代に和路などの国が栄え、こうし、 孟子など優れた文化人を輩出した。また交通の用地として、古くから中原の物資集散の中心、文化人往来の地になってきた。随外移行大運河が市内中心を通り、明、清の時代には三島省で最も経済が高度に発展した都市となり、その繁栄は蘇州とも比べられ、江北省蘇州とも呼ばれていた。西勝区に研究し、し 7県を管轄する。西年地区、西年市西年は、山東省西南部の炭鉱地帯に位置し、石炭採掘量が多く全国8大石炭基地の一角を占める。特に、円周炭鉱は大きい。西年は石炭を利用した大型火力発電所が存在し、重工業が集積している。農業は小麦、トウモロコシモロコシ綿花などが中心で、 湖水や川が多いため淡水魚の漁獲量も多い。ありがとうございます。